こんにちは、野賀です。今羽田空港に来ています。今日から、3日間、本当は、合わせて7日間なんですけど、とりあえず3日間今日から沖縄に行きます。今一人で空港に来てるんですけど、いつもね、飛行機乗るときは誰か友達と一緒で任せっぱなしなので、わからないことだらけで、結構ね、ちゃんと時間に間に合って電車じゃない飛行機乗れるのかちょっと緊張しています。今手荷物を預けたので、次は何だろう、搭乗手続きですかね、に行こうと思います。検査場です。今から搭乗手続きします。よいしょ、沖縄に到着しました。時間は10時35分です。今回一緒に旅をする湯沢彩香ちゃんです。今日は明日朝早いので、朝4時半には起きなきゃいけないので、もうホテルに戻ってすぐ寝ようと思います。今夜宿泊するヒルトンホテルです。ホテルに到着しました。すごい綺麗なお部屋なのでちょっと紹介します。テレビからはなんか沖縄っぽい音楽が流れてます。鏡もすごく大きいです。ソファーがあってでですね、これこのソファーなんと足のマッサージ機がついてます。飛行機結構疲れたのでこれは嬉しいです。そしてベッドがキングサイズ、わーい、大きい、贅沢。今時刻が11時40分なんですが、明日は朝5時に集合だから4時半にはね、遅くても起きなくてはいけないので、風呂入って化粧落として、今日は早くに、もう早くじゃないけど寝ようと思います。ではお風呂に入ってきます。ございます。4時半です。まだね、外は暗くて、沖縄なんですけど結構涼しいです。東京とほぼ変わんないかも。準備をして第1日目の撮影に臨みたいと思います。朝6時前の海です。見てる間にどんどん明るくなってきます。すごい綺麗。おはようございます。1日目です。今ヘアメイクと衣装を着替え終えて船で移動しています。イエーイ。これはライフジャケットをなんか着用義務らしくて、今これをつけています。スタイリッシュ。これが赤で、これが迷彩の柄です。かわいい。今もうこっちが沖縄本土で、今から助島に向かってます。はい、帰ってきました。本当に今日は疲れた。朝の4時半から起きて、そこからずっと5時までずっと撮影でした。沖縄から30分ぐらいボートで離れたところにある何島って言ったかな、すごく綺麗な島に行って、そこでずっと撮影をしていて、撮ったのは PWC っていう水上バイクと、あとは釣りのカット、スキューバダイビングのダイブするカット、あれだけかな。結構待ち時間とか、あとはカメラ準備したりとか、そういう時間が多くて、意外とね結構大変でした。本当に暑くて絶対日焼けはしないって思ってたくさん塗り直したんですけど、それでもねやっぱ焼けちゃいましたね。水入ってるから、その度に日焼け止め落ちてしまうので焼けてしまいました。これまだ1日目なので、これがね全部で6日間あるから結構焼
けちゃうかもしれないですね。やっぱり今は9時45分なんですけど、明日はまた4時に集合、4時半に集合です。ではおやすみなさい。おはようございます。2日目です。今日はなんと4時集合なので、この時間に起きました。さすがに眠い。ちょっと移動時間とかね、ちょいちょい寝れると思うので、いろいろかなり部屋も散らかっているんですが、ちょっとね、昨日カバンの中身をとりあえず一旦バーって出して、時間が本当になくてね、間準備をして急いで出ようと思います。2日目の朝です。ヘアメイクを終えて海まで来ました。今日は朝からサーフィンの撮影をします。初めてのサーフィンでうまく立てるかちょっとわからないんですけど、頑張ります。今、サーフィンを初めて教えていただきました。パドパドピナです。初めてでしたけど、はい、上手だった。めちゃくちゃ上手だった。やった。結構初めてでできるかちょっと不安だったんですけど、うん、すごい楽しかったです。海に向かってこうやってうつ伏せになることがないから、それが最初怖かったんですけど、こうやって波がこの水平で見えて、それがすごい綺麗で楽しかったです。最高でしょ。透明度も高いし ね、透明度すごい高くて、うん、海の底まで見えて、うん、すごい気持ちよかったです。ありがとうございました。イエーイ。今からじゃーん、このフェリーに乗って久米島に行きます。今特別に船のブリッジという操縦をするお部屋に来ています。伊藤操縦士の佐久本さんです、はい、お願いします。すごいいろんな場所があります。操縦するのは、操縦するのは、はい、こちらの、あ、こちらですね、はい、これが火事になる。火事、あ、はい、火事なんですね。デジタルなんですね。そりゃそうか。こちらがエンジンですね、はい、エンジン、これがエンジンです。はい、こちらがバラストですね。船の左右上下のバランスを調整する装置です。海水を積み込んで船の、あ、重さを変えなくて、ね、ありがとうございました。はい、久米島についてご飯に行って、今ホテルに帰ってきました。ちょっとね、なんて言うんだろう、昔ながらのホテルという感じです。で、今から今日公開する動画のサムネイルをまだ作っていないので、ちょっとね、時間が結構遅くなっちゃったんですけど、今9時半ぐらいかな、大急ぎで作って、パッキングの動画をアップしようと思います。おはようございます。今、支度を終えて5時9分です。今日は、前2日に比べたら結構寝れたかなと思います。では今日も頑張ります。果ての浜というところに来ました。ここはなんと本当に何もなくて、ずっと砂浜だけです。こんなとこ初めて来た。すごい。これからサップヨガに挑戦します。ヨガはやったことあるけど、サップはやったことないので楽しみです。ゆっくり立ち上がる。そう、出たったらすぐこう、そう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 、上に、後ろの手はももの上、そう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 、ゆっくり深呼吸して。砂ヶ島から飛行機で那覇に帰ってきて、今日は那覇で一泊します。今泊まっているのは琉球温泉砂ヶ島ホテルというね、ちょっといいホテルです。こう風呂がガラス張りだったりとか、こんな感じでね、アメニティが全部ロックしたんです。これ余った分は持って帰ろうと思います。さあ、そしてですね、ここのホテルすごいのが、インフィニティプール、露天風呂がついたような温泉、それからラウンジ、朝食ビュッフェ、いろいろねあるんですよ。結構ね楽しそうな感じで、すごい素敵なこんなインフィニティプールとかあるんですが、私が今ねこのホテルに来たのが9時半、夜の9時半 で全部ね閉まってしまっていて、朝の朝食ビュッフェとかも食べたいんですが、明日ここを出るのがだいたい6時ぐらいなので、
今言った全てを体験することなく私はここのホテルを後にすることになります。残念頑張ればね、大浴場は間に合うかもしれないんですが、最近あのラジオ動画をちょっとね撮っていなくて、沖縄に来てから撮ってなくて、どうしても今日撮りたいので、ラジオ撮ってもし時間が余ればお風呂に入りたいと思います。ということで今からねラジオ動画の撮影をします。